はい、こんにちは。本日は2020年3月23日月曜日です。ウェブ朝倉学校第16回となります。本日もよろしくお願いいたします。それでは、本日の内容は元素と化学式ということをやりたいと思います。元素と化学式ということですね。それでまずその最初に話に入る前に実は、今日、あるお知らせがありまして、船橋市の総務部長から、船橋市の人口が3月10日に64万人に到達したという話です。報告です。で、中核市の中では最多の人数ということになっております。で、この講座を受けられている皆さんは64万人増えたなということだけじゃなくて、64万という数字をちょっと考えてみましょう。64万を右のように素因数分解をしていきますと、どんどん2で何回も割れまして10回割れます。でその上で625が残り、さらに5で4回割れるんですね。だから6万4000を素因数分解すると2の10乗かける5の4乗ということになります。さて、それで前にも言いましたけど、依然としてなかなか厳しい状況が続いておりますが、あさってには学校登校日あります。そしてこれもコロナという数字も567というのもこういうふうに解釈すれば、苦労と苦闘で割って乗り切れば幸せの数字7になるはずだろうということで頑張っていきましょうということですね。はい、それでは本日の内容に入っていきます。で本日の内容は物質ですね。この、皆さんの今見てる周りにもいろんな物質があると思うんですが、あるいは、生活している中でいろんな物質があると思うんですが、物質というのはどういうふうに分けられるかということです。物質は、1種類の物質だけでできている物質と、2種類以上の何かが混ざった物質になります。そして1種類の物質だけから できている物質の中に1種類の原子でできている物質と、それから2種類以上の原子が組み合わさってできている物質が分かれます。それぞれ何と呼ぶでしょうか。ちょっと考えてみてください。はい、それぞれ、1種類の物質でできている物質を、純物質と言います。それに対して2種類以上の物質が、混ざった物質を混合物と言います。で純物質の中で、1種類の原子だけでできている窒素とか酸素とか鉄とかそういうものを、単体と言います。それに対して水は水素と酸素の結合をしていますね。それから二酸化炭素は炭素と酸素が結合しているんです。でこういうものを化合物というふうに区別しております。で、混合物という言葉についてちょっと注意していただきたいんですが、私たちの世の中で混合物というと明らかに混じっているものというイメージですので、例えば濁った水とかは混合物だと思いますよね。でも例えば透明な食塩水、透明な砂糖水は透明です。で透明ですけど水と食塩が、塩化ナトリウムが混じってますので、これ混合物なんですね。で混合物は別に透明でないわけじゃなくて、透明であるけど2種類以上の物質が混じっているものもあります。はい、それでは次に、私たちの世の中を構成している、その素材は元素と言います。その元素にはいろいろあるんですね。水素、炭素、窒素、酸素、何々素という名前がついているものの他に、マグネシ、ナトリウム、マグネシウム、アルミニウム、何々ウムという名前がついているやつがあります。それから、いわゆる金属と言われている鉄、銅、亜鉛、銀とかがありますね。といういろいろなものがあります。で、それぞれの、元素には、私たちの体、宇宙を構成している物質、自然にある元素は92なんですけど、92種類の物質、のにはそれぞれ英語の名前、この英語はラテン語に由来したりギリシャ語に由来する英語なんですが、その頭文字を取った記号が付けられています。
例えばハイドロジェン、水素は H ですね。でカーボン、炭素は C と。でナトリウム、ニトロジェン、ナイトロジェンは N と。オキシジェン、酸素というふうに名前がついてます。ただちょっと例えばナトリウムというのは、まあ、ナトリウムというラテン語の名前で NA とついてるんですが、実際の英語ではソディウムという言葉を使うことがありますね。同様に カリウムというのは、まあ、カリウムというラテン語由来の名前で K となってるんですが、実際英語ではポタシウムというふうに言ったりしますので、あともう一つ有名な例が鉄ですね。鉄はフェラムと、ラテン語ではフェラムと言います。で FE という元素記号がついてますけど、まあ、英語ではアイロンと言ってますね。ということで、まあ、銅も、カプラムというふうにラテン語で言ってまして、 CU という元素記号がついてるけど英語ではコッパーと言いますね。ということで、ラテン語、主にラテン語の、元素記号を、ラテン語読みの、最初の頭文字1つか2つを元素記号に使っております。はい、まあ、こういうちょっと先ほど言わなかったさまざまな元素がもあります。まあ、金なんかもオーラムと言ってますけど、ラテン語でオーラムで au になってますけど、実際英語ではゴールドと言ってますね。さて、それでは、中学では、まあ、実は元素の成り立ち、まあ、もうちょっと正確に言うと、元素というのは原子というこう単位でできてるんですね。これが最小単位です。で、その原子というものがいくつか集まったものが分子と言ってたりしまして、その原子がどのように存在するかでも、いろいろ形の違いがあります。で、これは、実は高校に行くとよく習う形になるんですが、まあ、ちょっと一例だけいくつか紹介しておきますと、炭素。例えば炭というか、まあ、炭だとまだ不純物が混じってるんですけど、純粋な炭素は、まあ、炭素単独でこの粒が炭素原子がバラバラなやつが集合しているんですね。で鉄なんかも鉄原子が、集合して鉄になってるんですが、ちょっと特徴として自由電子という電子が、この鉄原子の間を動き回ってる特徴があるから電流が流れやすいというのがあります。一方水素とか酸素とか窒素とかいわゆる気体系のものの中では、この水素という水素原子の粒が2つくっついているもの、あるいは窒素原子だったら窒素原子の粒が2つくっついている、2つくっついて分子を構成している二原子分子というんですが、でそれが空気中というかその空間の中を飛び回ってます。鉄だったら鉄の金属のところ塊のところをこう密集して存在しているんですが、例えば気体だったらこの水素というものが、まあ、ここですね、ここに実際書いてありますね。はい、元素の存在様式なんですけど、まあ、鉛筆の芯、黒鉛なんかは、まあ、炭素の集合体で、鉄も炭素の集合体で、鉄原子の集合体で途中で、自由電子という電子が含まれて、で水は比較的密集してるんですけど隙間がありまして、このH2O という分子が動き回ってます。ドライアイスなんかも、まあ、二酸化炭素という分子が空気中を飛び回ってます。で窒素とか酸素もこういう窒素原子が2つ集まった酸素原子が2つ集まった酸素分子、あるいは、まあ、これは空気の場合は酸素分子と窒素分子が集まってるので、まあ、窒素分子と酸素分子が集まってる混合してあるんでこんな感じで存在してます。それからもう一つこれから出てくるんですが、水溶液中でイオンになりやすい、イオンというのは電気を帯びた粒なんですが、なりやすい分グループもあります。それでは次に、実はこれ高校で学ぶことなんですけど、正確には、実は中学の皆さんは、中学2年生である化学式、あるいは中学3年生でそれをさらに深めるその基礎のもとにある中和反応とか、酸アルカリというのがあるんですが、そのことを実は中学ではあまり原子の成り立ちまで正確に教えてくれなくて、まあ、単に覚えなさいって言われちゃうんですね。そうすると原理が分かんないのに覚えなさいって言われても困るというところがあるんです。でということで原理を知っていた方がいいということで、簡単に高校の最初に学ぶ原理を
知っといてください。知っておいた方が中学の理解にもつながります。でこれ最初から軽い方から順番に元素を並べる、まあ、元素の基礎である原子の様子を並べてるんですが、水平リーベ、まあ、ここにあるんですけど、こういう覚え方があります。水平リーベ僕の船、七曲がりシップスクラークかという押さえ方があるんですね。まあ、水兵のリーベさんという人が、これは僕の兵だと、すごい性能が良くて7回も曲がれるシップスクラーク号なのかというふうによく分かんないんですけど、一応これが覚え方がありまして、まあ、なんとなく覚えられるんですね。で、じゃあ水兵リーベ僕の船、ちょっと並び順がこう並んでるんですが、この理由はこれから言いますけど、これ全部覚える必要があるのかというと、実は中学レベルだと、この中で赤で書いたのだけ知っておいてください。水素、H ですね。まあ、ヘリウムもあんまり出てきません。中で、ここちょっと書き忘れてたんですけど、炭素と窒素は必要です。あ、これ赤とは限らないですね。私が今から言うものを中学で押さえてください。水素と、それから炭素、窒素、酸素ですね。それからフッ素はあんまり出てこないですね。ナトリウム、マグネシウム、それから、イオ塩素、それからカリウム、カルシウム、この、8つぐらいを中学で押さえていただければいいです。あとは日常生活によくある金属ですね、銀とか鉄とか、まあ、金銀銅、まあ、金はあんまり中学では出てこないんですけど、金銀銅鉄亜鉛とか、まあ、バリウムっていうのもありますけど、そういう金属類があります。さて、それで、本日、元素の成り立ちの仕組み、原子の成り立ちの仕組みを、説明したいんですけど、原子はちょうど太陽系とそっくりでありまして、太陽系って太陽が中心にあって、その周りを、地球とか金星とか惑星がぐるぐる回ってますね。同じように原子は、その中に原子核というプラスを帯びた、中心の部分があるんです。原子核で、その周りを、ここに私がこのオレンジとか赤で表現したものは電子というものなんです。電子がくるくる回ってるんですね。電子がくるくる回ってます。で、その電子が回る軌道が、いくつかありまして、太陽系だと一つの軌道に一つだけですね。水星軌道には水星のみ、金星軌道には金星のみ、地球軌道には地球のみという、まあ、1個だけ回ってるんですが、この原子の世界では、原子核というんですが、この原子核、太陽にあたる原子核の周りを回ってる電子は一つの軌道にいくつか入れるんです。で、第一軌道、一番内側から、まあ、第一軌道、そして次が第2軌道、まあ、第3軌道、第4軌道、もっと高校に行くと正確な名前があるんですが、一応今日は、一番内側を第1軌道で、2番目を第2軌道で、3番目の輪を第3軌道で、4番目の輪を第4軌道と言いますと、第1軌道一番内側のところは最高に入れるんですね。で、その2入ったやつがヘリウムです。ヘリウムです。で、1個だと水素で、第1軌道に1個電子が入ったやつが水素で、2個入ったやつがヘリウムです。で、そうだ、その前提なんですが、水素というのは、この原子核にあるプラスの数と、それから外をぐるぐる回ってる電子の、電子はマイナスを帯びてるんですけど、これがちょうど釣り合ってるんですね、原子の中では。プラス1あれば、外に電子が1個回ってる。じゃあちょっと必要に極端なものいきますね。これから出てきますけど、塩素を見てください。塩素。塩素というのは、プラスが17なんですね、原子核のところに。17。それに対して、これ実は、オレンジの丸で書いた電子が17個あるんです。必ず原子は、外と、必ずっていうのはちょっと後でイオンで少しズレがあるんですが、素朴な原子は、中の原子核のプラスの数と同じ数の電子が回ってます。で、その電子とか原子核のプラスの数が、物質の種類を決めていくんですね。ということです。で、それでは、
原子核が、まあ、プラス1、まあ、電子が1個って言ってもいいんですけど、それは水素です。で2つになるとヘリウムですね。ヘリウムです。で3つになるとリチウムになるんですか。これ リチウムという言葉はあんまり中学では出てきませんので、まあ知らなく、まあ、高校に行くと学びますけど知らなくてもいいんですけど、リチウムの特徴を見てほしいんですが、2つ入りましたね。第3番目の元素ですから3プラスで、外も 3つ電子があるはずなんです。で2つは第一軌道に入れるんですが、第一軌道は一番内側の軌道は2つで満たされてますので、第二軌道はどうしても3個目は第二軌道に行かざるを得ないんですね。だから第二軌道に1つ入ったんです。でベリリウムは4ですけど、第一軌道に2つ満たされて第二軌道に2つ入った。でホースは3つ入ってる。で炭素は4つ入ってるってことですね。じゃあ第二軌道は最高いくつ入れるかというと、こうネオンっていうのがありまして、これネオンサインとか夜の照明とかに昔、まあ、今でも使われてますけど、ネオンっていうのがあるんですけど、このネオンっていうのは10プラスです。で 2第一軌道に入って残り8第二軌道に入る。でこれで満たされた状態になります。ということで第二軌道には8入る。じゃあ次の原子番号11プラスのナトリウムは、これよく出てきますけど、ナトリウムは第1軌道に2入って第2軌道に8入りますけど、第3軌11個ですから、1つ余っちゃう。でそうすると1つ余ってしまうのは第3軌道に入るんですね。マグネシウムは12ですから2つ余ってしまいますので、第3軌道に2つ入るということです。それでじゃあ第3軌道は最高いくつまで入れるかというと、アルゴンというやつがありまして、これ第3軌道も8個入る。だから2と8と8で18まで入れます。で次カリウムというのはどうなるかというと、カリウムは19なんですが、第3軌道に18、第3軌道まで18入りまして、19個目は第4軌道に入らざるを得ないんですね、ということです。さてで本日中学生、特に中学生の皆さんに、これは深いことは高校で学びますので、高校でこれから住む人はこれを今日イメージしておいた方がいいと思うんですが、ここの一番外の軌道の電子の数に注目してほしいんですね。で、水素は一番、まあ、その原子にとっての一番外の軌道は第一軌道で1個ありますね。でヘリウムも第一軌道が2つ満たされて第二軌道に1個あるんです。でナトリウムも第一軌道が、と第二軌道が満たされて第三軌道に1個あるんです。でカリウムも第三軌道が満たされてまで満たされて第四軌道に1個あるんです。でこの一番外の軌道に電子がいくつあるかというのが、実は、その原子の性質を非常に決めます。そうすると実は、まあ、水素はちょっとまた例外的に特徴があるんですが、このリチウム、ナトリウム、カリウムっていうのは非常に性質が似てます。で同様にこの2つ、外に2つ軌道がある、余った原子があるのやつが、ベリリウム、マグネシウム、カルシウムっていうのは非常に似てます。それからちょっとこう電子、まあとイオンの話とは違うんですが、やっぱり一番最外殻に、一番最外殻というんですが、一番外側に4つある炭素とケースは、ケースというのはシリコンという半導体とかのコンピューターの素材になったりしますね。これは比較的似てます。それからフッ素というのと塩素というのは一番外側の軌道に7個あるんですね。これも性質似てます。これ縦列で性質が似るという性質があるんですね。さてそれでいよいよ本日の一番大切なところに行きますけど、実はこれ一つ余ってる、一つはみ出て一番外側に一つあるのがこの系列ですね。で二つはみ出て一番外側に二つあるのがこの系列です。でこれは一応4と4で釣り合ってる、まあ、こう12と12で釣り合ってるんですが、一番外側にある電子というのはちょっと不安定なんですね。この一番ね、一番安定してるのはこの系列で、
完全に軌道が2つ、8つ、8つというふうに満たされてます。で、満たされてると、まあ、もう自分で完結しまして、もう誰とも反応しなくてもいいやと。誰とも相手しなくて、私は自己満足で、自己満足なんですね、これ。ヘリウム、ネオン、アルゴンは、私が満たされてるので、誰とも反応しなくてもいいやということになりまして、不活性ガスという非常に反応性が低い、グループになってます。で、ところが、一つ余ってるやつは、実はこの一つを捨てたいんですね。ちょっと水素はまた別の話があるんですけど、基本的、あ、水素も、そうだ、捨てたいんです。で、リチウムもナトリウムも一つを捨てたいんです。で、次、ベリリウムとかマグネシウムとかカルシウムは、こう二つ余ってますので、二つを捨てたい。二つを捨てると、これ一つ捨てたり、二つ捨てたりすると、この、その内側の軌道は、きれいに満たされた状態になりますので、まあ安定できるんですね。という性質があります。で、そうすると、このマイナスである電子を捨てたいと、これ、わざとこれ赤っぽく書いたような捨てたい電子、捨てたい性質がある電子のことをちょっと強い赤で書いてますけど、この赤を捨ててしまうと、軌道がフルに満たされた安定な状態になるので、電子を捨てたい。電子はマイナスです。一応プラスとマイナス外と内で釣り合ってる のが出発点で、この安定のためにこの電子を捨てるとマイナスを捨てますのでプラスの方が勝りますのでプラスイオンになりやすいんですね。プラスイオンというのは聞いたことありますよね。まあよくマイナスイオンとかいうなんか電化製品が売られてあれちょっと、科学的にはいかがなもんかというのがあるんですが、まあイオンという言葉がまあ身近にもあると思うんですけど、そのイオンっていうのは科学的に正確に言うとこういう電子を捨てたりこれから逆に受け取ったりすることで、まあ捨てる前はプラスマイナス内側と外側が釣り合ったものが捨てた分だけプラスになるっていうのがこっちのグループです。で、外が3個とか4個とか5個とかだと、まあ3個捨ててもいいし4個捨ててもいいんだけど、たくさん捨てるのもまたこれも大変なんで、あまりそういうことを原子はしないんですね。それで次にここです。酸素は逆、まあ、フッ素塩素からいきましょう。フッ素塩素は10、これ最外殻に7個ありますので、あと1つあれば軌道が満たされてこの満足できるんですね。で、塩素も17個ですから、あと1つあれば満たされる。あと1つ欲しいというところをわざと赤の空白の丸で書いてます。で、そうすると、さっきと逆で、もう1つここに電子が来てくれば、私は安定できるということで、電子を欲しがってるんです。で、どっかから電子をもらってくるんですね。で、そうすると、これ、19と9で釣り合ってる、これ17と17で釣り合ってたところに、ここに満たされた身もう一つ入ってくると、その電子が入った分だけマイナスになるんです。それで、酸素と硫黄は2つ、あと2つ満たさればいいんですね。で、これは、あと2つ満たされると、安定型になるので、あと2つ入りたいという性質がありまして、これ、実はちょっと、科学的にはマイナスイオンという表現あんまり ここのグループについては正確ではないんですが、一応今日のところではこれがまとめますと、一つ余ってるから一つ捨てたいグループ、二つ余ってるから二つ捨てたいグループ、そして一つあと一つで満たされるから一つ欲しいグループ、でこれ二つ欲しいグループがありまして、欲しいグループはマイナスを受け取りやすいのでマイナスイオンになりやすい。で、余ってるグループはマイナスを捨てたいので、その捨てた分だけプラスイオンになりやすいという性質があります。で、金属はここに出てこない鉄とか銀とかここに書いてある金属のグループは、ちょっとこの表の中に書けない事情があるんですが、まあ、基本的に銀だけが一つ捨てたい。で、鉄イオンととか他の金属イオンのほとんどはこの2つ捨てたいグループ、2プラスになりたいグループということになります。それでは
次に、実は、これ高校でやる内容なんで、まあ、共有結合というものがありますよということだけ、高校で学びますということだけ知っておいてください。でちょっとこれを言うと今日ややこしいのでこれを省きまして、次の、これに行きます。でこれが中学で学ぶ時に非常に重要な原理なんですね。例えば、塩化水素というこれ塩酸の元となる気体の分子があるんですが、この塩化水素というのはこういう成り立ちだと考えてください。で実際こういうふう私がこれから言うような原理でその都度その都度できてるわけじゃないんですけど、原理的にはこういうふうな仕組みでできてるというふうに考えてください。これどういうことかというと、水素は、まあ、もし裸の原子の水素がいるとしたら、まあ、これ本当に裸の水素というのはあんまりいないんですけど、いるとしたら1個1個ですね。で、裸の単、まあ、1つだけ の, 塩素原子、これ Cl というのは塩素原子があるとしたら、これ1つ満たされてないんです。こっち1つ余ってるんです。でそうするとここでやり取りがなされまして、で水素が1つこう捨てます。でそうすると実は水素はまあ裸になるんですけど、これ水素イオンと言います。プラスを1つ帯びる。でこっちはこの分を受け取ったのでマイナスイオンになります。でそうするとプラスマイナスで引き合って、まあ結合するというか、まあ、これ電子を共有するという原理があるんですが、こういうふうに結合します。でもっと明確なのは塩化ナトリウム、ナトリウムというのは1つ余ってます。で塩素というのは1つ足りない。でこれが1つずつ今のやり取りをしまして、1つ捨てたやつはプラスを帯びる。で1つもらったやつはマイナスを帯びる。でプラスとマイナスが、こうジャングルジムのような形でこう結合しているのが実は塩化ナトリウム塩食塩の結晶ということになります。でこの結晶化しているものは、まあ、例えばこういう塩化銅というのも結晶、こういう原理で結晶化してるんですけど、まあ、結晶化するというのはこのプラスに なったものとマイナスになったものが今度お互いのプラスマイナスで引き合って、結合するんですけど、それは実は水溶液に入れるとバラバラになる性質があります。それでは前半の最後の、結論ですが、先ほど冒頭に言いました、中学では中学2年生と中学3年生で、原子のこあ、まあ、化学式のことを学びます。で化学式のことを学ぶと、あれさっききちんとちょっとスライドを差し替えたはずなんだけど、ちょっと待ってください。ちょっともうちょっといいスライドに変えますので、ちょっとお待ちください。まあこれを、スライドショーの終了にして、挿入化学式中2の化学式まあちょっとうまくいかないので、これで説明させていただきますと、スライドショー現在の、はい、ではこれで戻りますと、この水素イオンと、それからナトリウムイオン、それからカリウムイオン、それから銀のイオン、そしてこれ、まあ、アンモニウムイオンというんですが、これは、1つ電子を捨ててプラス1になりたい、グループ、まあ、なることが多いグループです。一方、マグネシウム、カルシウム、鉄、それから銅、バリウム、亜鉛という、いわゆる、普段よく聞く漢字1文字で、あるいは2文字で書かれる、マグネシウムは有無ですけど、銅とか鉄とか、まあ、カルシウムも有無ですけど、亜鉛とか
は 銀以外の金属系は2プラスが多いんですね。プラスになりやすいやつが多い。で一方マイナスになりやすいものが水酸化物イオンとか塩素塩化物イオンとか炭酸水素イオンというのがありまして、マイナスになりやすいやつが硫酸イオンとか、二酸化炭素とか酸素とか、それから、これ実は科学的にはこういうようになるわけではないんです。これちょっとこういうふうに実際になるわけではないってことをちょっとわざと青にしてます。ただこういうふうになると考えると化学式の成り立ちが中学レベルでは理解しやすいということです。でこれは何かというとプラス1とマイナス1は手を結ぶとき1対1でこうプラス1のやつとマイナス1のやつが1対1で結びつくとちょうど電気的に中和されて、電気的に釣り合っていいんですね。ということで1対1で結合する性質があります。だから、塩化水素も塩化ナトリウムも1対1で結合してます。ところが2プラスのやつと1マイナスのやつは2対1で結合するんですね。でそうすると、例えば塩化カルシウムというのは CL2 になるんです。でなぜここに2がついてるかというと2対1だからです。で逆に、水素の方が1でマイナスの方が2の場合には H2SO4 とか H2CO3 というのなんですね。これ2対1だから。で最後に2と2はちょうど2と2でうまく合体しますので、これはこの例えばマグネシウム、酸化マグネシウムとか酸化銅とか、硫化鉄とか、硫化銅とか、あるいはこの硫酸イオンというのがまとまりとしてあるんですけど、硫酸イオンまとまりとして2マイナスになりやすいやつと銅の 2プラスが釣り合うので1対して結びついてこうなるという形ですね。ということで、中学生はなぜこれがこうになるかということをあんまり説明せずに覚えなさいって言われることが多いんですが、背景にはこれまで言った高校で学ぶこの原理があるということですね。プラス1か2になりやすいものとマイナス1かマイナス2になりやすいものが原子の性質としてあって、それがその化学式を結合させる時の原理の基礎となっているということです。はい、それでは前半はこれにておしまいします。ご清聴ありがとうございました。